アイテム番号 SCP-4213 アイ・スクリーム。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。 SCP-4213 の行動は、その視界外並びに音が聞き取れる範囲外から機動部隊ロー4ナポリタンズが監視します。 SCP-4213 がその場から離脱した後には、オブジェクトと接触していた人物全員にクラス A 記憶処理を施してください。説明。 SCP-4213 はチベット系の50代または60代と推定される男性です。 SCP-4213 は人間の認知抵抗を全て無視することができ、それによって他人の行動を制御することが事実上可能です。当該効果はSCP-4213 を知覚した時点で防止できなくなります。 SCP-4213 は当該異常性をもっぱら高濃度の冷凍乳製品がある場所への移動を容易にし、自身が製品に接近することをその所有者に強制的に許可させるために活用しています。 SCP-4213 はその後取得した製品をすべて消費し始めます。 SCP-4213 が冷凍乳製品の取得以外の動機で当該異常性を利用できるか否かは、そのような行動が一度も観測されていないため不明です。しかしながら SCP-4213 の長期収容を達成しようとする試みは、すべて取得イベントが頻繁に発生するため失敗しています。インシデント4213-1、2019年1月15日、サイト88のアイスクリーム無料デー、職員の士気を高めるために隔月に実施されるイベント中に、SCP-4213 が当該サイトの食堂に侵入することに成功しました。SCP-4213 は、その後、冷凍乳製品数点を取得し始めました。このイベント中、ジェイコブ・カーチス博士が SCP-4213 と対峙しました。以下のインタビューは、現場の監視装置から回収されたものです。対象、SCP-4213。インタビュアー、ジェイコブ・カーチス博士。記録日時、2019年1月15日。現地時間で12時15分頃。無関係な情報は省略済み、記録開始。いいでしょう。では、まず、あなたは、どのようにして、自分の能力を初めて知るようになったのですか？知らね。自分の能力が、他人に、どのような影響を与えるのか、今まで考えたことは？は？例えばですね、あなたが子供からアイスクリームを取り上げたと想像してみてください。 SCP-4213 が微笑み、コーンに乗ったアイスクリームを舐め始める。両者は3秒間沈黙する。いいえ、何でもありません。誰かあなたの命令に逆らったことがあるか思い出せますか？いいや。何か覚えていませんか？ SCP-4213 はカーチス博士と直接目を合わせつつ、アイスクリームコーンを舐め続けている。いいですか、我々はあなたを長年監視していました。今あなたはここにいるのですから、ただ2つ3つほど質問に答えてもらいたいのです。よろしいですか？あんた変わってんな。いいえ、私はちょっと。 SCP-4213 が立ち去り始める。カーチス博士がその後を追う。ただいくつか答えてもらいたいだけです。よろしいですか？どうでもいいわ。とにかく、少しの間ここで待っててもらえませんか？私は、お役に立てるものについて知っている気がするのです。しょうがねえな。カーチス博士が、食堂へ素早く駆け込む。カーチス博士が、アイスクリームで一杯になった発泡スチロールのボールを持って戻ってくるまでの間、SCP-4213 の立ち去る歩調が緩む。この時点で SCP-4213 が落ち着いたように見受けられる。あなたの能力はアイスクリーム以外のものを取得するのにも使えるのですか？約5秒間の沈黙の後、SCP-4213 がカーチス博士の持っているボールを指さす。そのボールくれよ。この時点でカーチス博士が SCP-4213 の効果を受け、インタビューを続けることができなくなる。記録終了。